今宵の R30 は今世界が注目するジャズピアニスト山中千尋。今までリリースしたアルバムは日本のジャズチャートで全て1位、そして昨年発表したアビスで権威ある日本ジャズ賞を受賞。そんな天才山中千尋がこの後スタジオで生演奏。そして彼女の意外な過去が明らかに。って弾いたら犬しかないこんばんは。さあ、はい、イノッチ、何ですか。なんと今日はですね、はい、まあ音楽を聴かせてくれるということなんですけども、日本ジャズ賞を取った方ですから。そしてですね、あの民謡のヤギ節っていう、ヤギ節、はい、ものもあるんですって。でまあそれ僕それ自体もあんま知らないんですけども、もろ日本な感じですよね。それをジャズアレンジにして聴かせてくれるみたいなんですけど、まずはそのヤギ節というのをちょっと聞いてみましょうか。はい、祭りっぽいですね。祭りっぽい、うん、あ、聞いたことある。あ、有名だ。これヤギ節って言うんだ。ヤギ節なんですね、うん、想像できないですけども、はい、はい、で、この曲はいつまで聴いてればいいんですか。そうですね、程よくカットしていただいて。では早速そのヤギ節のジャズバージョンというのをですね、はい、聞きたいと思います。はい、お願いします。お願いします。
うわーすごい。いや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 、どうも初めまして。ありがとうございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいパワフルですね。すごいですね。そうですか。やっぱ一曲終わるとこうしんどいというか。いや、ちょっと息が切れます。やっぱ切れますか。はい。アスリートみたいですもんね、なんか、途中よく、ボディビルダーの、あれに誘われます。本当ですか。やらないかみたいな感じで。そうです。あの、西東京だったら1位になれるって言われて。西東京だったら1位になれると。はい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。デビュー以来アメリカダウンビート誌のアウトスタンディングアワードなど数多くの賞を受賞。今最も注目されるジャズピアニスト、山中千尋。3歳の頃からピアノを始めた山中は当初クラシックを演奏していた。しかしいつしか譜面通りに弾くクラシックに嫌気がさし始める。そんな時出会ったのが感性の赴くまま自由に演奏できるジャズだった。そして大学卒業後、彼女が向かった先はジャズの本場アメリカ。世界中からエリートが集まる名門バークリー音楽学院に入学し、本格的にジャズを学び始めた。最初はジャズの知識を十分持ち合わせておらず、他の生徒たちから大きく出遅れていた山中。しかし寝食以外全ての時間をジャズに費やし、なんと名門バークリーを首席で卒業。その才能を開花させた。以降ニューヨークを拠点に活動を始め、数々の有名ジャズミュージシャンと共演し話題を集める。そして国内で CD デビューするや否や一躍トップセールスを記録。以来リリースするアルバムは全てジャズチャートの第1位を獲得。今宵そんな天才ジャズピアニスト山中千尋の類まれなる才能に迫る。素晴らしいですね。経歴もすごいですね。でも最初クラシックから始めたと言ってましたけども、はい、そのクラシックとジャズの違いというのはどういうところですか。そうですね、あのお笑いとかに例えるとですね、あのクラシックっていうのはすごく落語に近い。あ、なるほど。そうなんです。あの元々のお話があって、はい、それぞれ皆さんがあの作っていくっていうことで、うん、元のお話がきちんともあるわけなんですね、はい、でもジャズっていうのはどっちかっていうと、うん、今出てる若手の芸人さんとかもいますし、うん、その自分なりで作っていく、はい、だから音ができると。そうですね、だからそんなの関係ねえとか、そういう感じなわけですね。よくわかんないけど、そんなの関係ねえ、関係ない、これとなかなか結びつかないんですけどね。でもなんとなくわかりましたね。その落語っていうのは古典だったりとかいうのがあって、はいはいはい、けど、うん、クラシックって、はい、強弱もそのまんまコピーしなきゃいけないんで、うん、そうなんですよね。ただあの解釈がいろいろあって、はい、300年とか400年続いてる音楽だともう誰が本当のこと言ったか分かんない場合もあるんですね、はいはい、全部が全部じゃないですか、はい、そういうのはそれぞれの演奏家の方が、うん、あのやりますけど、クラシックはあのジャズっていうのはもう一からもう自分で考えて。でも3歳の時にもう曲を作っていたということを聞いたんですけども、はい、そうですね。それはあれですか、口で作ってたんですか、それとももうピアノを弾いてですか。あの歌とやっぱ言葉を覚えるのと同じに、あの覚えたので、だいたいあのタイトルとか歌詞とかがついてましたね、はい、でもだやっぱ興味はあったんですね、最初からそういう、こう曲を作るとか音楽には。はい、そうです。なんか、うん、絶対音感があるというふうに。3歳から弾いてたら絶対あると思いますよ。絶対ありますかね。絶対あると思います。どうなんですかそれは。 あるんですけど、あのあんまり役に立たないじゃないですか日常だから。あの道とか歩いてて、お金落ちるですよね、はい、どうなってチャリーンとかって、それはあ100円落ちたとか言って、えそれは100円の音と10円の音と1円の音って分かるんですか。あもう簡単
それは分かります。全然違いますか。じゃ全然違います。あれ絶対音感の人って、はい、どこまでそう聞こえてんのかがあの不思議なんですけど、うん、でも救急車が通るじゃないですか、はいはい、救急車の音は絶対音感として聞いちゃったりするんですか。あのよくニューヨークってしょっちゅう警察があのバーって来るんですけど、はいはいはい、急に静かだったところに警察がわーっと来るとピーって音あのピーポーピーポーと音がするんですよ、はいはいはい、そうすると音が合う瞬間があって、はい、なんかパトカーの伴奏してるみたいな感じになって、お客は聞いたことあるなんか電車に乗っててガタンゴトンガタンゴトンがもうリズムになってんだってガタンゴトンガタンゴトンでそんでさって女子高生が喋ってるとそれがまた音楽に聞こえるんだってハマってきてハマってきてで一人で笑ったりとかしてるとかそういうのもやっぱあります。そうです全てがこうリズムだったりとか。そうですね電車はよく例えば銀座線と、はいまあ、山手線と全部違うんですね、はい、グループがグルーブがグルーブが違うんすか。そうです。どっちのグルーブが好きですか。そうですね私的にはやっぱり銀座線ですかねちょっと、はい、あの JR の方は、はい、あの北の方に行くと、はい、グルーブがこうだんだんゆっくり大きくなってくんで、なんか大きくなるんですか。そうなんですよ北の方へ行くと北の方へ行くとちょっとなんでなんですかね線路 の, あの長さが継ぎ目が違うんじゃないかな、うん、あーすげー山手線内は結構行けてるグルーヴあそうですか。でもその中でも銀座線が一番好きなんですよね。銀座線いいですね。その銀座線の魅力というのは銀座線の魅力ですか、はい、あの割とこうすぐにパッとこうあの地下鉄ってあの距離が短いんで、うん、あのすぐにスピードが出るんですね。でだからグルーヴがすごいつかみやすいワンツーイエーみたいな感じなんで、そうなんです。山手線だとちょっとあの距離があるんで少しワンツーワンツースリーフォーでも始まんない時があって あれっていう感じでだから電車乗ってると気が散っちゃいますね。あそうなんですか、はい、感覚で電車乗ったことがないですね。天才ジャズピアニスト山中千尋。そんな彼女のピアノの始まりはクラシック。だが大学の時突然ジャズに転向すると、本場アメリカのジャズを学ぼうと世界中からエリートが集まり、名門バークリー音楽大学に飛び込む。ジャズ未経験から世界トップクラスの名門校へ、彼女が歩んだ茨の道とは。ジャズも難しくて最初は、ね、でも何の知識もなかったんですけど、はい、まあとりあえず入ってみようかなっていう感じで。それを入ったのがバークリー音楽院と。はい、入ってみようかなって入れる場所ではないですよね。いや名前かければ入れます。え本当ですか。いやいやいや本当に本当に入れます。あのそういう意味ではですごくいいなと思うのが、あの譜面も読んだことがないっていう人たちが、うん、でも音楽やりたいって言って、うん、あの気軽に入れる学校なので、うん、ただ中に入ってからが大変です。あなるほど、はい、あのクラス分けがあって、はい、だいたい、うん、3000人いるんですけど。そんなにいるんだ。そうなんです。だから細かいクラスに分けられちゃって、うん、それはもちろんやってる楽器はみんな違うわけですよね3000人の中で。そうです。あ違います。その中でピアノを弾いてる人ってどのぐらいいるんですか。500人ぐらいですか。そこでまた分けられるわけですか。そうです。500人の中で。そうです。500人ですごく慣れてる人と慣れてない人っていう感じで、あの試験官が、はい、あの私のことを間違えて、いいクラスに入れちゃったんですよ。それで私アドリブもしたことなくて、まあ、クラスに行くじゃないですか。そうするともう、はい、じゃあ自己紹介しましょうって言った時に、はい、僕はあのグラミー賞でサックス吹いてた何度かですとか、あの天才児みたいな人たちが、はい、で、はい、最初もうピアノに突っ伏すしかなかったですね。全然何も弾けなくて。だってクラシックって音符とかですよね、はいはい、ジャズとかっていうのはもうコードで3コードだったら3コードでこれ弾いてって言われたりするわけですね。そのコードっていうのは分かってたんですか。いやあんまりよく分かって、コードも分かってなかった。それすごいですね。あの、いいクラスだからそんな説明ないんですよ。ないですね。はい、じゃあ行ってみましょうみたいな感じで、急に本番があって、分かんないじゃないですか、でも誰も何も教えてくれないから、私むちゃくちゃ弾いたんですよ、もうぐちゃぐちゃに、そしたらみんなが立って拍手したんですよ。おえっと思って、それで
よくわかんないっていう、それが始まりです。本当にわかんなかったです。でもそれっていうのはもうセッションになってるわけですか。ピアノだけじゃなくてドラムがいたりとかベースがいて、でそのだからその音を聞いてその中で遊んだってことですよね。そうですね。あ、すごい。でなんか映画みたいですね。ああ、もうやけくそでやっていたものが、はい、ミラクルが起きたわけですね、自分の中では。いや、ミラクルっていうと大げさなんですけど、もうこれはもうやるし、もうかそういうふうにやれるふりをするしかないっていう感じで、本当世を忍ぶ仮の姿っていう感じで全部やって、うわ、それでも辛いですよね。辛かった、寝る暇がなかった。あ、それ日本だったらもうありえないですか。日本だったら段階を経てしか先に行くことはないんですけど、アメリカっていうのはその自分の個性を出すっていうことに関してすごくあの積極的なので、なんか変な日本人の女がいるっていうことだけでなんか面白がっちゃうわけですね。そうなんです。そのなんか日本人っていうところでこう差別じゃないですけども受けたりとかっていうのもあるんですか。そうですね、例えばパーティーに行くじゃないですか、はい、そうすると「えっ、あなたが来たの?」って言われて、どういう意味かなと思うと、やっぱり私が日本人だから、まあ、お年寄りの方なんですけど、やっぱりあんまりピアノを触らないでほしいとか。はあ、そうなんだ。そうなんです。そうパーティーっていうのは何ですか。あのあるんですか、ちょっと呼ばれて弾いてとか。そうなんです。バイト感覚みたいな感じですか。そうなんです。学校がまた寄付を募るのに、どんどんいろんな有名な、まあ、政治家の方とか、領事館とか、そういうとこに行くんですね。それでよくいろんな場所で弾かせてもらって、そういうシステムって、まあ、日本ではあまりないですよね。そうですね、なかなかホームパーティーでミュージシャンを呼ぶっていうのはないんですけど、はい、ないですよね、はい、なんかもっと変わった場所で弾いたとかっていうのはあるんですか。はい、いろいろあるんですけど、あの犬の誕生会に呼ばれたんですよ。お、はい、最初パーティーがあるから、来てって言われたら、行ったら犬しかいないんです犬しかいないんですか。そうです、犬だらけ。しかもそのパーティーに犬は何匹ぐらい来ているんですか。100匹とか200匹、本当にすごい。この200匹お家にですか。あ、犬のパーティー会場があるんですよ。そのアメリカに。はい、グランドセントラルの近くなんですけど、はいはい、ニューヨークに。はい、ニューヨークので一つのビルが全部犬のためのビルで、ビジネスマンとかが朝行く時に犬を下ろして、それで通勤するんですよ。で7階がパーティー会場になってて、芝生がこうわーって敷いてあって、で飼い主の人は向こうの方でなんかバーで飲んでるんですよ。バーで飲んでる人たちは聞いてないですか、ほとんど。え、聞いてない。でもうちのね、なんとかリリーちゃんがジャズ大好きなのとかって言われてそうですかって言って、だけど私が弾いてるよりもドラムの方にソロになったら、ドラムの方にわーって言っちゃって200匹がわーってちょっと悔しかった。でまたこうちょっと注目浴びなきゃいけないと思って、こう派手にキーボードだったんでバーって持ち上げてやったら、今度私の方に来たのはいいんですけど、どうして犬に注目浴びなきゃいけないと思ったんですか。ちょっと悔しがっちゃったわけですよね。そうそう、負けてられないと、負けず嫌いなんですね。気づいたら、家に帰ったらもうひっかき傷だらけで、私なんかすごい傷がついてるんですよ。あ、これ犬にこう喜ばれた証拠だなと思って、すごく嬉しかったです。ちなみにギャラはどうなんですか。いいんですか、その犬の場合。今までで学生出てから、はい、ニューヨークに何年間かいたんですけど、はい、一番良かった。そうなんだ。はい、ジャズの仕事って、例えばすごいいいクラブで弾いても、はい、そんなにいただけないんですけど、でももう犬のためなら何でもするっていう人が集まってるんで、はい、私なんか本当スターになった気持ちでした。他どっかないですか。あとはですね、スケートリンクで弾いたことがあるんですけど、はかじかむし大変ですよね。寒いんですよ、うん、それで電話かかってきて、奥さん彼女にプロポーズするから、いい感じで音楽欲しいんだけど、自然にやってる雰囲気でちょっと音楽弾いてくな、好きな曲を言われまして、そしたら僕滑ってきたらこの曲に変えてここでプロポーズするからよろしくって言われて、
他のお客さんもいいんですか？いるんですよ。ピアノなんかあるんですか？そこに。あ、それは持ってこいって言われる、持ち込みですか？キーボードですか？キーボードなんですけど、二人でさりげなくセッションしてるようにって言われたんですけど。ベースとかですか？そうです、楽しそうに、自然に音楽やってくれよって言われて不自然だ、いや不自然だ。でも照れちゃってなかなかプロポーズしないんですよ。いつ曲か寒いよって。もう3時間ぐらい外で、もじもじ永遠ですか？見え切らない人だったんですよ、全然。最終的に渡したんですか？プロポーズはなんか、彼女の方が機嫌悪くなって帰っちゃったんですよ、なんかうちうちしてるから、でもまあ終われって言われるまでやめちゃいけないんで。それは彼女が帰っても終わるっていうまでは弾かなきゃいけないんですか？だって自然にしてるんだったらそうじゃない。偉いな。最後に、山中さんにとってジャズとは何ですか？ジャズってなんか、そうですね、床屋のぐるぐるって見たことある？あんな感じですか？それをまあ細かく教えてもらいたいんですけど。あんな感じと言われても永遠に永遠に続くみたいな。そうです、永遠に続く。だから、まあ、そしたらなんて言ったらいいのかな、木に例えるとどんどん伸びていく木の枝枝っていうか、幹は一つかもしれないですけど、いろんな人がいて、いろんな風に人の数だけ、ミュージシャンの数だけ音楽がありますから、そういう風に自由に伸びていく。あ、面白いですね。面白いね。